1218年から1219年にかけてのダミエッタ包囲戦は、アイユー部長のアルカーミルが支配していた、エジプトのダミエッタを第5回十字軍が奪取した戦いである。ナイル川川口に位置するエジプトの主要港湾都市、ダミエッタは第5回十字軍の最初の標的であった。十字軍はここを拠点として、北のアッコと南のスエズからイエルサレムを攻撃する計画を立てていた。 またダミエッタのダッシュは十字軍の資金確保や地中海におけるムスリム勢力を弱めるといった目的もあった。1218年5月下旬、アッコにいた十字軍がダミエッタに向け出版した。5月27日に最初の艦船がダミエッタに到達したが、本軍の指揮官たちは準備に時間をかけたり嵐に見舞われたりして到着が遅れた。 ダミエッタ攻略に参加する十字軍は、テンプル騎士団、聖ヨハネ騎士団、フリースラントやイタリアの艦隊、その他数多くの指揮官たちが率いてきた部隊によって構成されていた。ダミエッタに十字軍の本軍が到着するまでは、ザールブリュッケン・ハクシモン三世が十字軍の先方隊を率いることになった。彼の指揮の下で、十字軍は5月29日には一切地を流すことなく、 上陸に成功した。その後、残りの十字軍艦船も続々とダミエッタに到達した。十字軍がまず着手したのは、ナイル川を塞ぐように立って、ダミエッタ要塞を防衛していた塔の攻略だった。しかし川の東側は、太い鉄の防差が渡され、西側は、そこが浅かったため、塔に近づくのは困難だった。6月24日以降、十字軍は何度も、 をを攻撃ししたたたたが失敗に終わったそこで十字軍は工場用の新たな艦船を製造したパーダーボルンのオリバーの年代記などが記録するところによればこれは2隻の船をつなぎ4本のマストとともに工場塔が乗せられ上部には敵上へ乗り移るための渡り板が備え付けられるといったものであった敵がやや火で攻撃してくるのに備え船の設備は 動物の皮で覆われた。8月24日、この工場戦から十字軍兵士がダミエッタの塔に突入し、翌日にはついに守備兵を降伏させた。これにより、十字軍はダミエッタ要塞攻略への道を切り開くことができた。ダミエッタは30の城壁や28の塔、そして堀によって厳重な防衛体制が築かれた都市だった。 川の塔を攻略した十字軍艦隊と陸上部隊は川からダミエッタを攻撃した。しかし、アイユー部長軍が川に船を沈めて封鎖していたため、十字軍は長時間かけて古い運河を再整備し、ようやくダミエッタの包囲を完成させた。さらに、十字軍は冬の到来、嵐、薬病、指揮官同士の内紛に苦しめられた。9月、 ペラギウス数スキ教やアルバーの司教シト人シ施設らが十字軍の中東地に到着し、軍の指揮を取るイエルサレム王ジャンドブリエンルラに対し、教会に指揮権を譲るよう要求し始めた。この内紛に加え、十字軍は1218年11月に嵐に見舞われ、数隻の船と補給物資を失ってしまった。しかし、翌1219年2月25日に吉報が入ってきた。 突然、アルカーミルが撤退し、ダミエッタに近い歌詞が無防備になったのである。十字軍は直ちにこの歌詞に進出し、ここを拠点に、春夏と優位に戦いを進めた。8月29日、十字軍は敵の陣営に大規模な攻撃を仕掛けたが、アルカーミルの軍の反撃を受け失敗した。間もなく、両陣営の間で一時的な停戦が結ばれた上で、 アルカーミル側から和平が申し込まれた。アイユー部長は、ダミエッタ氏、聖十字架、エジプトとシリアのすべてのキリスト教徒捕虜を、イエルサレム王国に引き渡し、カラク城とモントレアル城のみを維持する。さらに、アイユー部長が、イエルサレムの城壁を修復するための物資を負担する、というもので、十字軍にとって、極めて有利な和平案だった。ジャンドブリエンヌやフランス人、 ドイツ人の部隊はこの和平を受け入れようとしたが、ペラニウス数機教やテンプル騎士団、聖ヨハネ騎士団、イタリア人たちが反対した。結局十字軍は和平案を蹴り、戦争が継続されることになった。1219年11月初頭、十字軍はダミエッタ氏がほとんど無防備になっていることに気づいた。彼らがダミエッタ入場を果たした時、市内は 食料を不足と薬病によりすでに壊滅状態にあり、戦前に6万人から8万人いた住民は1万人にまで減っていた。わずか3000人まで減ったとしている文献もある。十字軍はダミエッタを2年にわたり占領し、その間にモスクを聖堂に改築した。1220年2月2日の聖職祭の際に、ペラギウス数奇教がこの聖堂を聖母マリアに捧げた。 しかし1221年7月、第5回十字軍は、アイユー部長に敗れ、ダミエッタを失い、エジプトから追われることとなった。ありがとうございます。